10月6日は、グレゴリオ歴で年始から279日目にあたり、年末まで、あと86日ある。現存する、世界最古のオペラ作品、エウリディーチェ初演、鈴木明ネギ氏 H ノーベル科学賞を受賞地理学者、マルティン・ベハイム誕生。現存最古の地球儀を制作した民で活躍した、イエズス会の宣教師、マテオ・リッチ誕生復古神道を体制した国学者。 ヒラダ・アツタ誕生ノルウェーの人類学者にして、探検家、トール・ヘイ・ルガール誕生。右は、太平洋を横断した、コンティキ敵語イギリス・ビクトリア朝時代の画家、フォード・マドックス・ブラウンボツ。右は、労働ドイツの地理学者にして探検家、フェルディナント・フォン・ィヒト・ホーフェンボツ。シルクロードの言葉を初めて用いた、建築家、河合広志蔵ボツ。右は、 造幣局火力発言書、1911。現、造幣博物館情報落語の記載、初代、桂春段寺没。その破天荒な生き方は、関西芸人の伝説となっている、小説家、久尾十乱没。軽妙な語り口の時代小説、水理小説などを、多数生み出した、漫才師、内海義恵没。師匠の内海恵子とのコンビで人気を博した。 ありがとうございます。